お願いします。どうも徳さんです。本日はですね、このお二方と練習をします。お二人とも初めましてに近いですもんね。そうっすよね。どなたですか？我々徳さん TV、 今までモトプロだったりとか、はい、社会人であったりとか独立だったり、まあ、もしくはプロ野球選手とかいっぱいこういろんな人取材かけてますけど、うん、草野球にもプロとかノンプロとかいう肩書きはつかないけども、とんでもないポテンシャルを持った草野球選手がいるんですよ。はいはいはい。でそれで今回はその守備っていうところにフォーカスしまして、はい、いろんな情報を集めたところ守備の腕が立つ2人をゲストに招いて、今日バトルです。そう、元プロ、ノンプロ、肩書きがなくても守備が上手い人は草野球に実はたくさん。というわけでお呼びしたのがこの2人。まだ若いんじゃないですかね。いや、確かに。あれ、タッケさんって今いくつですか？今年26になります。26歳、はい、キムカズさんは？29です。29、はい、徳さんは？38になります。ちょっと桁が今をときめく、まあ、草野球の中で非常に技術のある人と野球をやってまだまだ上手くなっていくという。草野球の概念変わってきた。ナイスボール。ここで2人の経歴を紹介。キムカズさんは野球歴はどんな野球歴ですか？中学は武蔵府中市にあって。おー、はい。同級生が結構プロ行きました。誰ですか？例えば楽天の茂木英吾。ああ、英吾、はい。あと横尾としたき、はい。あと菅野剛ロッテです。ロッテの、はい。へえ、みんな同級生ですか？みんな同級生です。すごいな。そうそうたるメンバーと一緒にやっていたと。向こうも持ってんじゃないですか。その後高校は東京の成立学園。あ、まあ、1年夏からベンチ入ってたんですけど、はい、試合はちょいちょい行ってた。大学もやったんですか？その後も専門学校行ったんで、はい、ガチの野球はもう高校で終わりです。あ、そうなんですか。何の専門ですか？トレーナーの。あー、今もトレーナーやってるんで。なるほど。たけ、はい、さんは、はい、どんな野球歴ですか？中学校は湘南ボーイズ。高校は？高校は東邦学園。はい。もしあのサウスポート。そうです。それも一個下ですね、僕が。はあ。松井さんの一個下で。あれ、三振取りまくったのは見てた。はい。のショートを僕が一応1年生の時に守ってました。全然飛んでこなかったですか？あ、でも22個三振取った時に打球処理2つしました。あ、マジ？貴重。5個のアウトのうち。はい。へえ。という経歴のお二人なんですけれども、キャッチボールをしてても非常にいいボール、またキャッチングの感じとかを見てもね、うまいなーっていう感じがします。それとも軟式用のグラブですか？軟式用です。ウィルソン。はい。なんでウィルソンなんですか？小指2本で使ってたんで、前のグローブ。はい。で、なんかウィルソンが小指2本用みたいなのがあるんで、はいはい、買いました、ね。前どこだったんですか？前はスラッガー使ってました。え、スラッガーで2本指細工してもらって、6本指が入るような感じにしてもらってて。こだわりだ。タケさんは？僕は玉沢の公式室。渋いですね、玉沢。100周年。そうです。へえ。公式で弾かないですか？はめて使った時にそれがなかったので、そのままずっと使ってます。へえ、はい。ないな。ポジションは？あ、ショートいきますか？2人ともショート。ショート、はい。じゃあショートいきましょう。よし。今日はやっぱりそっちに土俵を移して。いや、別にサートでもいいと思います。あえてこう。それではいきましょう。今までありそうでなかった草野球人による守備バトルスタート。まずは私から受けていきます。うん、さあ続いて武さん、警戒ですよね。続いてキムカズさん、きちっとさばいてる感じ。私も久しぶりのショートで頑張っておりますが、武さんのこの
ボールに対しての合わせ方非常に綺麗。そしてキムカズさんはどちらかというと、まあ、堅実安定感という感じがしますね。2人にこう触発されて私もなんとなく警戒になっているような気もしますが、まあ、非常に2人ともグラブさばきが柔らかい、まあ、実はねあの2人とも今職業トレーナーとしてるんですが、ここベアハンド。続いて竹さんランニングスロー、キムカズさんもランニングスロー、三者三様。先ほどお話戻りますけども、まあね、なんていうか2人ともトレーナーなので、まあ、そもそもキレのある動きっていうのがあるんですけれども、その中にしっかりとした堅実性、丁寧さっていうのも感じたので、一緒にノックを受けることで、まあね、気合は僕が一番あったんじゃないかと思うんですけども、その一緒に受ける中で学びっていうのはとても多かったですね。うん、これなんかうまいっすよね。キムカズさんも決して浮かない。さあ、ここでボールへの入り方、2人ともうまいのでね、ちょっと聞いてみました。まずはキムカズ流入り方の意識とは。そうですね、僕は結構そのボールの下を見るようなイメージで、だ結構低くいきますね、はいはいはい、スタートから多分飛んできて1回しゃがみます。多分おお、高いのも低いのも低くいって、低いのだとそのまま低いままいきます、ね、高いのとかだと、まあ、ボールまでダッシュして、だ取るとき絶対こうとかそういうんじゃないですか。あ、なるほどなるほど、型ではなくて打球に入っていくときに、そうですね、インパクトで当たった瞬間にこういって判断してみたいな。そうか。続いて武宏斗流入り方の意識とは。まず全部に共通するのは、はい、1歩目は、まあ、シャッフル1回入れて、はい、そこからこのバットにドマシンで当たってるのか、はい、当たってるんだったら1回こう右足でストップかけてショートバウンド探しながら探りに行ったりとか、で下に当たってるんだったらもう全部ゴーなんで、うん、そこはもう1本目からバーッといくっていう感じ。じゃあ武さんのシャッフル見た、こういったっしょ。ほう、ちょっと3人で一斉にシャッフルしましょう。お1,2,3 って僕が言うんで、まあ3がインパクトだとして、はい、いきますよ、いきます、はい、1,2,3。お、ちげえ。お、タケさんだけね、なんか歩幅小さかった今。学びました？シャッフル。いや、何もない。へえ。これよ。何もしてないと思います。なるほど。これでも結構ミソだと思うな。1歩目のスタートは切れないんですって言ってる人は、はい、その集中するとこが違ってるような気がする。はお二方の話を聞くと、はい、もうボールに対してとか、はい、その自分のこの歩幅とか言ってないもんね。打球とかジャンプタイミングとか、ボールがインパクトの時どうなんのかなって考えて動いてるっていうのは一つミソかもしれない。はあ。先ほどの話を踏まえてノック続きご覧ください。ここで半身を絶対に崩さない竹さん、浮かないキムカズさん。ボールによってこうしないから、はあ、やばいと思ってハッてなったり、はいはいはい、はい、見た今キムカズか、あの体勢変わってなかったんですよ、富士のごとし。私もこういろんな人と、まあ、社会人潜入したりね、こう上手い人とノックは受けているんですけれども、まあ、軟式野球、特にねこの草野球、同じ土俵で戦っている野球人と一緒にノックを受けることでの刺激、かなりありました。ここナイスボール、うん、あーいいですね。この辺りのね低い姿勢での前の出る一歩、確実に取りに行く姿勢、そして武さんのこのチャージ力、俺が速い、見ててねこうワクワクするようなそんなノックが展開されました。いいチャージ、よいしょ。
おほー、あー、でかい。 OK。 次は月編。月編。了解です。というわけで月編は後日お届けします。お楽しみに。